はい、皆さん、こんばんは。私事ではございますがね、今年はね、喪中中でございますので、ちょっとご挨拶は控えさせていただきます。まあ、本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年最初のね、簡単調理ですけどね、やっぱり手っ取り早いのはね、チャーハン、焼き飯がいいかなと思うんですね。もう誰でも簡単に作れてね、美味しいしね。はい、皆さんもね、結構作られてるんじゃないかと思います。ということで、まあ、冷蔵庫にあるといいますか、まあ、いろいろね、年末にスーパーで買い込んでおりますので、いろいろ具材はありますけどもね、冷凍ご飯、私冷凍しますのでね、これ解凍いたしますんで、卵ですね、塩コショウにね、で、ごま油、でピーマン、人参、カニカマに、ハムですね、ハムのブロックですね、それと塩昆布。こんだけで、このような材料で、まあ、おなじみのチャーハン、ね、焼き飯を作ってみたいと思います。じゃあ、よろしくお願いいたします。はい。これは解凍しますね。冷凍ご飯ですから。はい。卵を溶けて、まあ、ピーマン。うん。皆さん、正月三が日、今日ですね、三が日、いかがお過ごしでしたでしょうかね。まあ仕方ないですよね。まだまだコロナが居座っとるのでね、あまり出かけるのもなんですからね。うん、まあ、具材はこんな感じでいこう。うん、さあ行こうか。はい、これ解凍したご飯ね。はい、具を入れます。もうチャーハンってね、誰がどない人までうまいことできます。チャーハンは美味しいです。おいよ、卵ね。なんしろ強火でといってもね、家庭用の火力は弱いですからね。ほんで、塩昆布、パチャッと。
よいしょ、はい、出来上がり。簡単ですね。はい、ちょっと失礼していただきます。お、これ誰が作っても美味しいからね。じゃあ、ちゅうのは、上出来でございます。失礼いたします。